こんにちは、本日もお疲れ様です。ということで、先日浅草に行ってまいりまして、今回は浅草ロックス祭りに行ってきました。こちらは浅草ロックスという、商業施設の7階にございまして、エレベーターも綺麗で、入り口からすごく華やかですね。通路は広々としてまして、日当たりも良くて、でやっぱりなんか商業施設内にあるっていうのを、感じさせないような作りになってるなっていう印象です。でこのゲームコーナーのある感じがなんかスーパー銭湯っていう感じですごくいいですね。そんなことはないでしょうか。どうでしょうか。はい、そんなこんなでお風呂に向かいたいと思います。はい、ということで整った後はですね、脱衣場出てすぐのリラックススペースにいて1時間ぐらいしっかり爆睡させていただきました。お風呂の方は露天から見えるスカイツリーが他では味わえない、なんていうんですかね、非日常空間っていう感じですごく良かったです。さらにこのフリースペースに移動した後は漫画を見ながらゆったりとして、今回はゆったり贅沢日和でございました。ちなみに漫画は呪術廻戦をずっと見てましたね。はい、でお腹を空かせて向かったのはこちら、館内に併設されております玄ちゃんにて食事とさせていただきました。まさか玄ちゃんが中に入っているとは思わなかったですね。都内でもよく見かけますよね、玄ちゃんは。たまにランチでお世話になってましたね。はい、で店内は広くて座敷スペースもあって、もう定食をいただくもよし、ここで晩酌するもよしっていう感じで、本当にゆっくりできる空間となっております。テレビもついているんで、個人的には座敷がすごくおすすめかなと思います。そして今回は、この焼き魚定食とお刺身の定食をいただきました。やっぱり玄ちゃんなんで魚は外せませんでしたね。はい、いただきます。ということで、お刺身も美味しいし、何よりやっぱり焼き魚の方がもうプリッと肉厚で美味しかったですね。やっぱり塩加減がすごくちょうど良かったですね、これが。はい、そしてビールは、しっかり我慢いたしました。はい、ごちそうさまでした。ということで本日も大満足の一日になりまして、この後は浅草をぶらりと散歩しながら帰りまして、もうねすっかり寒くなってきましたので、フリースも着て暖かくしながら、ふらっと、散歩させていただきました。風が本当にちょうどよく気持ちよくてですね、散歩をしながらまた整っちゃいましたということで、はい、ということで今回は浅草祭り湯で整ってございました。本日もご視聴いただきありがとうございました。